なお金を小中のルームクーラーの設置やら子育て支援やら、そして塾の女性バウチャーに回したんです。必要なところのにお金を回したんです。まあ日本は財政危機です。ただお金をばらまくわけにはいきません。必要なところをカットして、そして必要なところにお金を回す。唯一の女性候補者になります。私、立池美代子は柏市の幼稚園、小学校、中学校を卒業し、地元紙、柏市民新聞社におきまして11年間にわたり柏市政の現場を歩き続けてまいりました。毎日一人でも多くの方々のご意見に耳を傾け、現場主義を徹底してまいりました。それで持久力、忍耐力は誰にも負けないと自負しております。私、立池美代子はランナーでもございまして、地元手賀沼エコマラソンにも出場しております。女性の立場から今までにない視点で現世に新たな風を届けてまいります。一番簡単、全くない、しがらみのない立池美代子です。身のある改革、身を切る改革、参考してまいります。女性の立場から、女性が生き生きと活躍できる社会づくりを構築してまいります。立池美代子、唯一の女性候補者として県政に新しい風を届けてまいります。千葉県議会は現在86人の議員がおりますが、女性の議員の数はたったの7人です。 10% にも達しておりません。柏市も高齢化率が 23% を超え、急激に進む少子高齢化にあり、社会構造が大きく変化しております。今まさに地域力の向上が必要となっております。立池美代子、女性の立場から地域のため、大切なふるさとのために県政を変えてまいります。しがらみの全くない立池美代子です。皆様の一票一票がとても重要になります。この度の統一地方選、時代の節目になる大変重要な選挙です。何とぞ地元の皆様のお力で立池美代子を県政に送り届けていただきますよう